メタルギアソリッド3、メタルギアソリッド3スネークイーター、メタルギアソリッド3スネークイーター、略称 MGS3 は2004年に発売されたプレイステーションに用ソフト。2004年にメタルギアシリーズ第5作目にあたるプレイステーションに対応ソフトとして発売された。1987年に発売された MSX に用メタルギア以前の世界を描いたものであり。 ネイキッドスネークが新たな主人公として据えられている。物語のテーマは、シーン、時代。前作、前々作のテーマである、人、遺伝子と、ミーム、文化的遺伝子に対する価値観や善悪が、時代によって変化することを示す。監督の小島秀夫は、発売前のインタビューで、太平洋戦争での原爆投下や東西冷戦。 ケネディ大統領暗殺事件後のアメリカの瞑想と、米ソ間の核兵器保有競争、それによる、情報活動の活発化が、本作の本流だとしている。前作は一部のデモシーンのみ、ドルビーデジタル 5.1CH サラウンドに対応していたが、本作は、前編ドルビープロロジック2対応になっている。本作は二部構成になっており、それぞれ、バーチャスミッション、 スネークイーター作戦と呼ばれる。前作と同様、本作にも難易度が存在する。通常版及び、サブシスタンスともに難易度ノーマルを基準としている。ライフゲージは固定ではなく、重症を感知させるとわずかに伸びる。スネークの足音に対する聴力だけは、難易度ごとの差はない。2005年12月22日に、同作の完全版にあたる。 メタルギアソリッド3サブシスタンスが発売された。調整が加えられた本編、オンラインやサルヘビガス戦艦全版、MSX2 版、メタルギア、メタルギア2、シークレットシアターなどがディスク2枚にわたるボリュームで収録され、初回生産版にはポリゴンデモを再編集したストーリー鑑賞用ディスも付属する。リアルタイムデモが変更されている場面があるなど、 細かな部分で改良が加えられている。これまでの完全版と銘打った作品は全て音声が英語だったが、今作では日本語音声となった。また、通常版で問題となった無線などのロード時間の遅延もこのサブシスタンスで修正されている。メタルギアにはこのディスクに収録されるまでアメリカでは発売されていなかった。サブシスタンスに同梱されているオンライン対戦ゲーム。 費用は無料で最大8人が同時対戦できる。キーボードでのチャットやボイスチャットにも対応している。オンラインサービスは2006年12月25日で終了した。終了日の1時間のみ、兵士全員の声が小島秀夫になるというサービスを行った。本編と同様に CQC が導入されており、オセロットは愚か一般の兵士ですら、 スネークとほぼ同様の新旧 CE を扱うことができる。しかし、スネークのものと比べて威力が格段に低い上、使用後バランスを崩してよろけるため、拘束も行えないという仕様となっていた。2007年7月に、メタルギア聖タ20周年記念として連歌版である、メタルギア 20th Anniversary メタルギアソリトベストプライスが発売された。ディスクは枚組で、枚目には、 サブシスタンスの本編が2枚目にはメタルギア、メタルギア2がそれぞれ収録されている。サブシスタンスに収録されていたオンライン、サルヘビー合戦、シークレットシアターは未収録となっている。メタルギア20周年記念版の廉価版。内容は同じ。2009年発売。2011年11月23日発売のプレイステーション3版及び、 Xbox 360版、2012年6月28日発売の、PlayStation Vita 版。メタルギアソリッド2、メタルギアソリッド3の移植版、メタルギア、メタルギア2を収録。PS3 版には、ゲームアーカイブス版、メタルギアソリッドの無料ダウンロードコードを同梱。2012年3月8日に発売された、Nintendo 3DS 向けリメイク移植版ソフト。 略称は MGS3D または MGSSE3D。ディレクターは小島プロダクションの中村ジョカナ。ラインプロデューサーは消化研和が担当。任天堂ハードで発売したメタルギアシリーズは本作で3作目である。ただし当時小島秀夫が関わっていなかった FC 版メタルギア。日本国外のみリリースされたネス版スネーク。 エスリベンジも含めると5作。1から作り直されているため、グラフィックは色鮮やかになり、3DS の特徴である立体詞にも対応している。中腰移動や、照準の表示、肩腰視点が追加、従来の主観視点も存在され、メタルギアソリッド4、ピースウォーカーに近い操作ができるようになり、フォトカムフラージュという、モバイルのカムフラージュ機能のように、 3DS 本体のカメラで撮った写真を迷彩服の模様にする機能などが新たに加えられた。この迷彩服のカムフラージュ性能を扱った写真、画像によってそれぞれ異なり、ムービー中や無線画面でも変わることがない。撮影した画像によってはカムフラージュ率が異様に高くなることもあり、敵兵が近くにいても気づかれないほどの高いカムフラージュ率をつくこともある。 その他の要素として、アクションに関しては、アイコンの表示によりわかりやすくなり、攻撃は、ヒットエフェクトが表示される、ダメージ表現のみ。下画面は、マップ、メタルギアソリッド、メタルギアソリッド2のレーダーのようにスネークを、中心とした周りの地形が表示され、敵兵は表示されない。また、スネークが向いている方向も表示される。アイテムである探知機による表示はここにされ、 わかりやすくなっているや、体力掲示、敵兵の警戒状態の表示を集約してあり、タッチスクリーンの機能により、サバイバルビュアを開かずに、メニューの操作、武器や装備の着脱が可能。3DS 本体内蔵のジャイロセンサーで不安定な場所でバランスを取ったりなど、3DS ならではの機能が追加された。なお、基本的に操作は A、B、X、Y ボタンで、 カメラ操作、十字ボタンで、アクション、姿勢変更、武器、装備品変更とそのウィンドウ表示となっているが、拡張スライドパッド対応により、それを装着することで、右スライドパッドで、カメラ操作、A、B、X、Y ボタンで、キャラクター方向リセット、姿勢変更、アクション、射撃モード切り替え操作ができるようになり、ZL、ZR といったボタンが増えたため、 ZL で武器構え、ZR で攻撃ができ、L、R の部分で武器、装備の変更とそのウィンドウ表示ができる。本作の発売に合わせて、2012年1月に、本体同梱版のスネークカモフラージュ、使用 Nintendo 3DS を、コナミスタイルにて、抽選予約によって販売した。他、ホリから、本作オリジナルのアクセサリーセット、 メタルギアソリッドスネークイーター 3D アクセサリーセット4 Nintendo 3DS を本作発売と同時に発売した。また、Nintendo h での発売ということもあり、Nintendo キャラクターであるヨッシーがケロタンの代わりとして登場。攻撃を加えると泣き、すべて泣かせると、ステルス迷彩を入手できるトロも同じだが、ほとんどの配置を変更。ガーコ明細に関しては、 フルーツのデザインの明細に変更されている。その他、フーターズ東京とコラボレーションしており、ゲーム中において、設置武器の雑誌がフーターズのオフィシャルブック、フーターズジャパンに変更、グラビアポスターは、フーターズガールが担当している。なお、本棚の本もメタルギアシリーズ、25周年、記念拍子、スネークイーター 3D、ピースウォーカーなど、や、僕らの太陽、 ZOE などを表紙として新たに変更されている。追加ムービーや削除した部分などいくつかあるが、PS2 版から削除されたサルヘビ合戦によるコラボレーションアイテムのサルマスクは削除されたものの、本作では HD エディションとは異なりカムフラージュのバナナだけは残っている。なお、バーチャスミッション終了後に追加される主題歌スネークイーターを用いた OP でもは、 タイトル面をしばらく放置した後に流れるようになっている。クリア後の称号は一つだけの表示ではなく、複数の条件を満たして同時に入手した称号もリスト化して表示される形になっており、タイトルメニューから確認できる他に入手していない称号に関しては入手条件のヒントが表示されている。称号取得の条件などに関わるプレイデータ、リザルトも過去の記録、現在の記録、 それを合わせた総合の記録を観覧できる。本作発売後は、発売記念抽選会が3月8日から3月14日の期間で開催され、抽選の内容は、小島秀夫と新川陽二のサイン入り Nintendo 3DS 本体などが当たるというものだった。拡張スライドパッドが有効になっている状態で、ウィック機内でのオセロット戦でセーブした場合、 セーブデータが異常が発生し、ゲーム再開時に正常にロードができなくなる不具合があったため、7月5日より不具合解消のためのアップデートファイル、バージョン1.1を任天堂 e ショッ e にて配信している。また、その他のバグ等もこのファイルで修正されている。アップデートファイルを施した場合は、タイトル画面で右下にバージョンが表示される。公式ページでは、 本作品のモーションやボイスを流用したパロディムービーがシークレットシアターとして数本公開されている。本作の制作完了後、スタッフの打ち上げパーティーにて本作デモ班が密かに制作したシークレットシアターが披露された。これを見た小島は公開を決断、急遽本作公式サイトでの配信が決定されたという。その後、本作公式サイトにて シークレットシアターのネタ募集をかけるなど、徐々に数は増えていった。完全版、上記参照には公式ページにて公開された、シークレットシアターの高画質版に加え、完全版に向けて制作された新しい、シークレットシアターが収録された。音声のほとんどは、作中のものを編集して使用しているが、スネークやライデンが作中で喋っていないセリフを使うなど、 新規収録が行われている。ソニーコンピュータエンタテインメントのゲーム、サルゲッチュとのコラボレーションで実現したミニゲーム。遠足に行っていて、いないかけるやヒカルの代わりに、スネークがピポサルを捕まえる。各ステージのタイトルは映画のパロディとなっている。ただし、このミニゲームに登場するスネークは、ネイキッドスネークとグラフィックが共通であるが、歴代の主人公。 ソリッドスネークである。また、ロイ・キャンベル大佐も登場する。ゲーム付属の説明書によれば、このミニゲームのみ、暴力的な表現がないためお子様でも楽しめる、仕様になっているとのこと。2005年に発売された、サルゲッチュさんでは、隠しゲームとして、メサルギアソリッドが作られ、サルヘビ合戦とは、対照的にピポサルが敵基地に潜入し、 先に潜入したソリッドスネークを探し出し、敵兵器メサルギアを破壊する内容となっている。ストーリーやゲームシステムはメタルギアシリーズのパロディー。5人は個々の体験から特別な感情を見出し、それをコードネームにしている。こうにできない任務を行う性質上、捕虜に取られたり自らの死体を残さないために自決用小型爆弾を携帯ており、 スネークに敗北すると自爆する。この演出は、スーパー戦隊シリーズや、仮面ライダーで、仇役の怪人が倒された後に爆発する演出へのオマージュとなっている。スネークは、戻る舞台も国もないという覚悟の表明ではないかと、推察していた。また、ジエンドを除き、スタミナキルをすると、迷彩服が手に入る。本作に登場するソ連の地名は全て架空のもので、ある。 地名の意味は無線でエヴァが教えてくれる。スネークが収容所に投獄された際にセーブして終了すると再開時に突如謎のモノクロ画面ゲーム、ガイサベージが始まる。本編とは全く関係がない内容で、獄中のスネークが見ている悪夢という設定。このゲームが始まる直前のセーブで行われるパラメティックとの会話は必ず吸血鬼に関するもので、 スネークが吸血鬼に対して軽い恐怖感を持つことが示されている。なお、このゲームはサルヘビ合戦同様 PS2 版にのみ収録されており、HD エディションスネークイーター 3D ではフラグとなる無線会話こそ残っているものの、ガイサベージは始まらずに通常通り収容所から始まる。なお、PS2 版ではプレイ後にイベントが発生するが、HD エディション。 スネークイーター 3D ともにそのシーンはカットされている。両手に剣を持った謎の男が主人公でポリスと書かれた服を着た得体の知れない怪物を次々と倒していくという内容。点数の概念はなく、怪物を一定数倒すと一時的に主人公の体が光り移動速度が上がり敵を一撃で倒せるようになる。操作方法の説明はゲーム中には一切なく。 本作の操作方法と異なっている。一定時間が経過するか、一定数の敵を倒すか、主人公がダメージを受け倒されるかのいずれかの条件で終了し、スネークが目を覚ましてメタルギアのゲーム本編に戻る。限られた条件下でのミニゲームでもあり、限られたマップ上でゲーム終了まで戦い続けるもので、得点などのメタルギア本編に反映される要素はない。もともと、 このゲームは、小島プロの別セクション、ZOE などを手掛けたスタッフが開発していた作品だったが、コナミのアメリカ使者にテスト版を持っていった際に、スプラッタすぎる等の理由により不評だったため、独立作品としては、お蔵入りしたものを再利用したもの。オリジナルは、フルカラーで、後年、TGS2011 の ZOE イベントで、ムービーパートの音声のみが公開された。 イベント出演者だけはムービーを見ることができたが、相当な語は表現のオンパレードであったらしく、お世辞にも心地よい映像ではなかった模様。ちなみに、本作に実装されたバージョンでも怪物が強烈な一撃を喰らうか説明する際に内臓らしきものが露出する、遠クロである程度のしさは映像的に抑えてはあるものの、その名残と思われる表現がある。メタルギアソリッドスネークイーター著 ハセトしじ。ISBN4 億410万 991X2014 年1月25日発売。本編で語られなかったコブラ部隊の過去や設定が綿密に描写されている。また本編とは以下の点が異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。